だって、お風呂で思い出したんだっていうのが結局、ドワーフのお嫁さんって言ったかな。そうそう。ある？ところにじゃなくて、ドワーフの奥さんは、綺麗なお嫁さん。あるとき、ドワーフの鍛冶屋にいました。ねえ、あなた、あなたは、私のご飯を送るとき、まるで、あなたのおじい様が、怒ってるみたい。でもあなたはご飯の時おじい様の悪口を言う。もしあなたがおじい様の悪口を言わなければ、私の作ったご飯をおじい様が叱ることもなし。ドワーフの鍛冶屋さんは、ムスとなっていました。いや、飯がまずいから、俺の腕も上がるのさ。まあな。苦い言葉、まるで苦い恋みたい。女は苦いコーヒーなんて飲めません。苦いあなたの真似をしたら、辛いコーヒーになってしまうわ、なってしまうわ、もっと飲めないわ。それにあなたが苦くて私が辛いと、子供たちは辛くなってしまうわ。するとドワーフの鍛冶屋は言いました。もし、苦ければ、水で薄めればいいし、もし、辛ければ火で炊けば、辛くなくなる。
人の技を知れば、つらきことなし。だからこの人に私は嫁いだ。だけどそれを覚えるまでは子供たちはわからない、わからないからくじけもするし、泣きもするし、逃げもする。自分もダメになる。
しよう。甘い甘い苦き音に触れて甘い気持ち。ドワーフの鍛冶屋のおかみさん。